トグリ美術館は東京都渋谷区小東一丁目にある美術館。実業家のトグリトールが収集した東洋陶磁器を主に保存、展示している。山梨県の土木建築業の家に育ったトグリは第二次世界大戦後の日本における欧米文化の普及を目にし、伝統的な日本文化を保存し構成に伝える必要があると考えた。1952年に上京すると、 食産住宅総合の指定建築業者である富士工務店の代表として同郷の長野賢治を補佐する傍ら将来の展示公開を見据えて10年余り古民具や小道具の収集を行った1965年頃からは古美術に通じた友人たちの助言を得て鑑賞用陶磁器を国内外で収集した戸ぐが戸ぐ美術館を設立するにあたり1500点の美術 工芸品、土地、建物、運営資金の寄付が行われた。戸栗美術館は1987年に財団法人の認可を得、日本でも数少ない陶磁器専門の美術館として、同年11月21日に開館した。収蔵品は2000年時点で5000点、2008年時点で7000点を数える。主な収蔵品は、今まり、鍋島などの秘伝時期、 および中国、朝鮮の陶磁器である。2000年時点で隣接地に別館を建設する計画が立てられている。ありがとうございます。